18番のティーングラウンドの方向からご覧いただいておりますが、ギャラリーがもうぐーっとこうこのホールを、そして選手たちを取り囲むような形になりました。森下さんね、はい、持ってるクラブが3アイアンですよ。なるほど。その中で尾崎のセカンドショット、やっぱりね3で打っていくんですね。ピンは3段になっているグリーンの一番手前。そうですよこれ、手前で止まった、距離もぴったり、満足の尾崎の表情。今の日吉さん3ですか？3アイアンですね。今度打つ高木選手は5アイアン持ってますね。3アイアンというのはですね、はい、やはり3アイアンで打ってあの場所に落ちての止まり方、みたいなことを考えるとやっぱりロングアイアンでのショットとしては素晴らしいショットだと思いますよね。尾崎の目というのは遥か上を行っていると言いましょうか。アメリカから帰ってきて、ここまで5勝はしてますけれども、まだまだ自分にとっての課題はいっぱいあるんだということを考えてますからね。それとね、アメリカに行ってプレジデントカップに出てですね、はい、やっぱりその考え方がまたもう一つ上に行ったみたいですね。ああそうでしょうね、いろんな話をしてたんですけど、こっちへ来てからね、はい、やはりあの自分がやらなきゃならないこと、はい、やろうとすることにまたちょっと一つ目標ができたという言い方をしてましたんで、だからまあもちろん時差ボケ解消とかいろんなことを考えたと思うんですが、はい、木曜日のその夕方の練習っていうのは危機迫るものありましたから ね、 さあその尾崎、これまでこの準クラシックは4回の優勝があります。これは10回大会、1986年の優勝のシーンです。この時のジャンボの準での2勝目。ああサラゼンさんの元気な姿も見えてます。87年初代チャンピオンの青木功の姿も見えます。尾崎はこの年準3回目の制覇を成し遂げましたね。夢をあげられる91年です。どうだ、入った。これはこの時はロペクラブだったですね。そうです、はい、してるのかな。川岸とセットですね。これで池に行ってしまうんですね。インサラゼン準クラシック貫禄を示した尾崎のこれが準クラシック4度目の優勝、これ5年前になります。考えてみると91年から準に92年以降勝ってないのが不思議なぐらい、いつも何か優勝しているようなイメージがありますけれども、非常にそのこのトーナメントの顔に一つなってますね。10アンダーの佐藤豪平です。右手前のバンカーに捕まりました佐藤豪平、現在10アンダー。横尾さんはねここからちょっと難しいなと。そう難しそうですね。いいんじゃないですか、はい、うまい、うまいですね。いや横尾さん今の難しいって言った意味はどこら辺なんですか？やっぱりちょっと距離があるじゃないですか、それで奥もすぐ傾斜になってる、傾斜になってるし、結構早いですよね。なるほどね、これで佐藤豪平は先にタップインするぐらいの距離だったと思いますが、そうですね、入れて2桁アンダー、10アンダーを守りました。明日はどうでしょう、最終組では回れませんね、奥田政権はもう11アンダーでホールアウトしてますね、福澤は13アンダーというところですから、最終組の一つ前のプレーになりますが、地元のこの佐藤豪平健闘が光ります。高見とジャンボは高見の方が先ですね。まあこれはバーディーチャンス、はい、ちょうど真横という感じですね。
まあそれでも6アンダーはまだ8位タイですから、はい、明日の最終日天候がねちょっとどうなるか分かりませんが、まだまだもう一度上がり直すチャンスというのは十分ありますね。今日は苦しみましたが高見も少し、一つだけスコアを落としただけにとどまりました。73のフィニッシュ。加瀬さん、これジャンボいいセカンドショット打って、はい、狙ってきそうですね。そうですね、昨日までの展開からすると、入る確率が高いですね。僕は8割ぐらいは入ると思いますよね。そう、うん、流れとしてなんか来そうですよね。3日目にして他の選手に戦意喪失をさせようかというようなパッティングですね。どうだ、あー来た、ね、まあ、そうな感じでしたよ ね流れとして本当に19アンダーの一人旅になるかというところで、ジャンボのバーディーで大会の3日目が終了しました。第20回ジーン・サラゼン準クラシック大会最終日は雨で中止になりました。まあ、こうやって外を見てましてもやむなしですね、これね。すごいですね、もうね、本当にすごい、はい、もうまあトーナメント中止するっていうのはですね、非常にやっぱりギャラリーお見えになってましたしね、あの辛い決定なんですけれども、ちょうど9時からスタートして4組ぐらいスタートしたところですかね、競技委員会の方からちょっと不可能だということになって、中止ということになりました。はい、さて戸張さん、はい、その中止によって選手への賞金の支給は 75% ということになったわけですが、で結局1億1000万ですから、はい、2700万ちょっと超えるお金がですね、まあ、主催者の方としては賞金として出さないということになるんですが、はい、主催者の淳さんの方がですね、ぜひこのお金を何かのチャリティーに使っていきたいということで、慈善団体いくつかに分けて、それからまあできればプロゴルフ協会とか選手会とかというところにもですね含めて基金をしていきたいというお申し出があったので、大変素晴らしいことだというふうに思います。はい、はい、さあ昨日の中でもご紹介したんですが、94歳になられるジーン・サラゼンさんの VTR、今年もフロリダで撮ってまいりましたので、ここで改めてもう一度見てみたいですね。One of the things that I notice at the Masters, the Japanese players all stick together. They don't mix up with the other players. And the, my advice to the Japanese players, the first thing they got to do is learn how to speak English so they can understand the conditions where they're playing.まあ、ジャンボがさっき言ってたのと同じことですね。やっぱり日本の選手がもっと海外で活躍するためには、もっともっと向こうの仲間に入って積極的に前に出ていかないとダメだよということをね、サラゼンさんがメッセージとして伝えてくれましたね。ゴルフと言葉っていうのは何かこう密接な関係というのがあるんですね。そんな感じですね。はい、ジン・サラゼン準クラシック最終結果です。尾崎雅史19アンダー、まあ、手がつけられない嵐のような男ですね。なんか一つ抜けたという感じがしますね。はい、福澤貴明13アンダー、賞金争いの金子も5位に入っておりましたので、まだまだこの後盛り上げてもらいたいものだと思います。尾崎がこの大会で通算99勝目を達成しました。100勝は近いでしょうね。近いでしょうね。はい、本人通過点と言っておりますが、おそらくはあっという間にこの100勝も駆け抜けていくことではないかと思います。準クラシック、お話は戸張翔さんでお伝えしてまいりました。戸張さん、どうもありがとうございました。はい、どうも失礼します。それではこの辺で栃木県那須郡小川町にありますジーン・サラゼン準クラシックカントリークラブからお別れします。さよなら。
visits to Japan, and I'm delighted that the June Classic is going stronger than ever. Someday it's going to be a major. All in all, I'm very proud of the June Classic. I hope to see all of you someday soon. Thank you.